ポータブルエクセキュータブルは、主に 32bit よび 64bit 版の Microsoft Windows 上で使用される実行ファイル、オブジェクトファイル、DLL、SYS、フォンフォントファイル等のファイルフォーマットである。ポリエチレンフォーマットは実行コードを管理するために、Windows OS ローダーが必要とする情報をカプセル化するデータ構造である。の使用では、 ポリエチレンを EFI 環境における標準の実行形式としている。このため UFI アプリケーションやネットアプリケーションのバイナリフォーマットとしても使用されている。マイクロソフト製 OS とのマルチブート環境の構築を容易にする目的で X86、X86 から 64ARM アーキテクチャにおける Linux カーネル実行ファイルやブルートローダなど 非 Windows 系 OS のシステムファイルの一部でも用いられている。Windows NT オペレーティングシステムでは、ポリエチレンは IA-32、IA-64、X86、X86 から64、ARM および ARM64 命令セットアーキテクチャがサポートされている。Windows 2000以前の Windows NT では、MIPS、 アルファおよびパワーピシー命令セットアーキテクチャがサポートされていた。ポリエチレンは Windows CE でも利用されていたため MIPS のいくつかの種類 ARM、スーパーハ命令セットアーキテクチャでもサポートが継続されている。様々な CPU アーキテクチャに対応するため内部に判別用のフラグを持っている。実行時に DLL を動的にリンクし、 コンポーネントレベルでのバグフィックス、互換性の維持が行われるようになっている。また、リソース領域にアイコン等を格納でき、GUI 上で表示された場合アイコンがグラフィカルに表示され、ソフトウェアが容易に判別できるようにできる。ポリエチレンと似たフォーマットとして、エルフファイルやマッハオがある。マイクロソフトは Windows NT 3.1オペレーティングシステムの 登場とともにポリエチレンフォーマットに移行した。Windows 95、98ME や Windows 3.1X 上の Win32S をはじめとする、その後の Windows はすべてポリエチレンをサポートしている。DOS と NT システムの e x ゼフォーマットとの互換性を持たせるため、ポリエチレン、コフヘッダーには MS DOS プログラムがバイナリの先頭に組み込まれている。 ポリエチレンバイナリを MSDOS 上で起動させると、その MSDOS プログラムの方が実行される。特に指定のない場合、This、Program Cannot Be l u n n i n g DOS Mode のような DOS では実行できないというメッセージが表示するだけのプログラムが組み込まれる。MSDOS プログラムの後ろに、ポリエチレン固有の識別子とコフに似たデータ構造があり、MSDOS ヘッダによってそのオフセットが刺されている。 引き続き、ファットバイナリの形式である。ポリエチレンは、ネットポリエチレン形式や、ポリエチレン32と呼ばれる64ビットバージョン、および Windows CE 形式など、Windows プラットフォームの変更にも対応し続けている。ポリエチレンフォーマットは、Windows とのバイナリ互換を謳っている、Reactos でも利用されている。過去には、s k イ a スや Bioz R3 等いくつかの、 オペレーティングシステムで利用されていたが、使いやすモビオズも最終的にはエルフへ移行した。モノ開発環境はマイクロソフトネットフレームワークとのバイナリ互換を謳っており、マイクロソフトの実装と同じポリエチレンフォーマットを利用している。X86 ユニックス系オペレーティングシステムでは、Windows バイナリはワインを通して実行できる。 HX DOS e x t e n d e も DOS 3 2ビットバイナリ r にポリエチレンフォーマットを利用しており、一部の既存 Windows バイナリ r を DOS で実行できるため DOS 版ワインとして利用できる。IA-32 と X86 から64の Linux では Windows の DLL をロードライブラリーで利用できる。MacOS 1 0 5はポリエチレンファイルの読み込みと解析が可能だが、 Windows とバイナリ互換はない。UFI と EFI ファームウェアはポリエチレン Windows アビをアプリケーションで使っているありがとうございます。